はい、どうも、今日はですね、ベルトが届きましたんで Amazon からベルトの交換をやってみました。ベルト編ですね。これが通常 GOCR についてる革のベルトですね。はい、これ外したとこですね、右と左を外したとこです。はい、GOCの R のベルトを外して、Amazon で買ったラバー用のゴム、ラバーってゴムでできてるベルトに交換した、交換編ですね。はい、こういう風になってますね。はい、やっぱり感じが変わりますよね。こちらは革で、結構安いもんじゃないんですけど、しっかりした革で分厚くて、なかなかこちらも汗がつきにくい加工がされてて、結構いいんですけど、Amazon で、買ったラバー用のベルトに変えるとまた感じが変わりますね。一時はね、スチールに変えろうかなと、このタイプの、この形のタイプのスチールもあるんでね、そちらにしようかなと思ったんですけど、まあ悩んだすれこっちの方が、ハサミで切ってですね、これは小さくすることができるんで、僕は腕のサイズが小さいんでね、一番最低のところまで切って、これで十分OK になりましたね。感じが変わってね、ちょっと高級感が増しました。まあ革も悪くないんですけどね、これで、水仕事した時なんか、はい、汗の時でもね、ジャブッと洗えますんでね、あまり水かけるの嫌なんですけど、はい、そういったわけでこれで、まあ1200円で送料込みで来ましたんで、まあいいかなといったところで、今レビューの紹介をしています。これが留め金ですね。留め金の開け方はですね、これを、はい、開けてここを両方で押すと出ますね。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じです。ここ自分の名前を書いてるんで人差し指で押さえてますけど、はい、こんな感じの留め方になってますね。こういうこれをね、ハサミかカッターで切ることができるんですよ、ゴムだから。はい、僕はハサミでうまくね、よく切れるハサミでスパッと切るときに、ここの穴のところをね、よく考えながら切らないとですね、失敗しますんで、よく切る際は慎重に切ってください。こういうふうに、はい、ここは、まあ、ステンレスかなんかでできてますね、アルミ系で。はい、で、これを止めるときは、カチャッとやって、はい、で、これで完全ロックします。はい、こんな感じですね。はい、こういうふうで、ベルトはこういう感じです。はい、ちょっと見えにくいと思いますけど、オーソドックスなやつですね。はい、これはゴムでできてます。ラバーでできているタイプです。もう装着したところをちょっとお見せしますね。工具はですね、こちらにある、精密ドライバー、精密ドライバーで、交換することができました。取った後はね、これはまあ保存しとった方がいいと思いますね。また元に戻されて、まあオークションとかに出す時にはまた通常の状態で戻すのもいいかと思います。これもセットでつけて戻す。まあピンの、ここに止めるピンはですね、ここから抜いたのを使ったということですね。そのピンは入ってませんので、これのここを抜いたやつを取ると、使用した工具はこれの、まあ、一番小さいやつ、はい、マイナスの一番マイナスドライバーの、精密ドライバーの小さいやつを使って、ここにはめて、まあ、ちょっとコツがいりますけどね、グッと下げ気味にグッと下げてピンを外すということですね。それを傷つけないように、ここのところを傷つけたら何もなりませんので、その辺は十分注意しながら自己責任で、やってもらいたいと思います。そういったわけで、装着したところを見せて、今日は終わりたいと思います。ベルト交換編ですね。ベルト交換編を今投稿しているところです。はい、これで見えたかな、自分の字が。はい、ちょっとこうやって、はいはい、こういうふうですね。はい、綺麗にフィットしました。ワンタッチでできますね。革のベルトだとこうグッと引っ張ってやる感じなんですけど、はい、自分の手に合わせるんでね、まあ他の人にいろいろ付け出したいという時は、こちらの方がサイズがね、自分で選べますんでね、太い人とか友達に貸したい時はこちらの方がいいと思いますね。こちらは自分の腕の大きさに合わせるんでね、
他に貸して会うことができないと思う。同じ手の太さじゃないと。そういったわけで、ベルトの装着編でした。はい、Amazon で買ったラバーベルトのに交換編を終わりたいと思います。ではまた。